あの日、あの夏の日に、僕の物語は失われた。父の優しくも大きな手、母の柔らかな声、あの子の愛おしい笑顔、そのすべてが、あの夏の日に、僕の物語と共に失われた。公暦2010年8月10日、神聖ブリタニア帝国が突如として日本に宣戦布告。極東で中立を謳う島国と世界唯一の超大国ブリタニア、両者の間には日本の地下資源をめぐる根深い外交上の対立があった。本土決戦においてブリタニア軍は人型自在戦闘装甲機ナイトメアフレームを実戦で初めて投入。その威力の予想をはるかに超え、日本側の本土防衛戦はナイトメアによってことごとく突破されていった。そして日本は負けた。日本は帝国の属国となり、自由と権利と、そして名前を奪われた。日本はブリタニアに全てを奪われたんだ。それは僕も同じこと、家族も名前も自分自身であることも奪われた。今となっては本当の自分だと言えるのかもわからない。だけど僕は生きている。日本とブリタニア両方の血を持つ僕は、偽りの家族と偽りの名前で偽りの自分自身を生きている。僕は僕自身の物語を、奪われ失ってしまった物語を取り戻したい。そう、これは僕が僕自身の失われた物語を取り戻すための物語。